サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うためにゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げアテナのセイントたち。セイヤ、シリュウ、シュンの3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント乙女座バルゴのシャカが守護する第6の級処女級へ乗り込んだ。だがシャカの強大なコスモの前にセイヤたちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女級まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行ったな。はいと私にあだなすと心得者め、命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭を切りつけ私を拝め。残念だが俺の真実を信じたいです。これだけかね。そっちか。俺のコスモが萎縮しているのが手に取るように分かる。どうすることもできない。まさか蛇に睨まれたカエルとはこのことか。この私、オウム反逆者の君にはもはやクロスなど不要だ。私が解任してやろう。これだけか。お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれ。言っただろう、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見つけた。KO ウィナー。どこへ行こうと俺の勝手だ。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながらなぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした？答えられんのかシャカ。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。何？剣舞降臨。釈迦の目が開いた。腕が、足が、全ての感覚が
失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、置いていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行ったな。ファイト。オウム一騎の力を持ってきたはずだ。ゴールドセイントしか体得していない不動戦術に目覚め始めたというのか。サクラ、聞こえているだろう。目では見えなくともこのセブン戦術ではお前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう。いくら君の歯を食いしばっていたところで君たちが再び神の場所へ戻ることなど決してない。これだけか。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。俺が頼るものはこの俺自身の力だけよ。これが私強欲天将ターン。強欲天将AO、 いいな。俺は神仏は信じないたちで。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ、釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ、シェン。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。
昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る発想よ。やった、氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。